中国ニューヨーク州ニューヨーク市出身の元プロ野球選手。ウト右ミヤンキースタジアムのすぐ近所で生まれ育つが、ニューヨークヤンキースではなくニューヨークメッツのファンで、好きな選手はダリル・ストロベリーだった。1996年には MLB ドラフト36順目でメッツから指名されたが、この時は契約には至らなかった。 ネブラスカ州のベルビュー大学に進学し、1999年にアマチュア FA でシンシナティレッズと契約を結んだ。マイナーリーグでのキャリアは長く、メジャーデビューまでにシンシナティレッズ、ボルチモアオリオールズ、フィラデルフィアフィリーズ、ニューヨークヤンキース、カンザスシティロイヤルズ、ピッツバーグパイレーツ、サンフランシスコジャイアンツ、ミネソタツインズの参加に所属した。 ジャーニーマンであった。フィリーズ参加に所属していた2005年は、2A で参加王を狙える勢いであったが、7月に薬物規定違反で出場停止処分を受けている。2008年はツインズ参加の 3A に定着し、30歳にしてインターナショナルリーグの新人王に輝いている。2008年8月1日にメジャーデビューを果たす。 8月26日の対シアトルマリナーズ戦で、ライアン・ローランド・スミスから、メジャー初本塁打を放つが、本塁打は結局その一本に終わり、12月3日にツインズを解雇される。2008年12月に、トロント・ブルージェイズとマイナー契約。サンエーラスベガス・フィフティワンズで114試合に出場し、打率。320、25本塁打、106打点という、 好成績を残し、8月11日にメジャーへ、昇格すると、いきなり2試合連続で、本塁打を放った。9月5日には、ヤンキースのアンディ・ペティットから左翼ポール際へ大飛球を放ち、一旦は、本塁打と判定されたが、ビデオ判定により、ファウルへと訂正された。しかし、その次の打席でペティットから本塁打を放った。 このシーズンは33試合の出場ながら打率。313、10本塁打、17打点、オプス1.019という好成績を残した。DH として記録した、オプス1.033は100打席以上の DH13 人で、最高の数字だった。また、3A での活躍が評価され、2009年の球団、最優秀マイナー選手に選ばれた。 2010年はオープン戦で打率352、3本塁打、10打点を記録し32歳にして初の開幕ロースター入りを果たした。しかし開幕後は指名打者のアダムリンド、一塁手のライル・オーバーベイが優先的に起用され、ルイーズにはなかなか出番が回らなかった。5月20日までの13試合で、 打率1割5分、1本塁打と結果を残すことができず、ブルージェイズを退団。2010年5月28日に以前から、ルイーズ獲得を狙っていた東北楽天ゴールデンイーグルスへの入団が発表された。背番号は42。同年6月1日に一軍登録され、その日の阪神戦で、スタメン出場。6月5日の横浜戦で9回表に、 代打で出場すると山口春からレフト場外に逆転決勝にランを放ってヒーローインタビューを受ける。翌日の巨人戦でも代打本塁打を放ち長打力を見せつけた。しかし外角低めの変化球への弱さや引っ張り一辺等の打撃を見抜かれると打率が1割台に落ち込むなど日本の投手への適応に苦労した。その後徐々に 日本の野球への適応性を伸ばし始めたが、三振の多さは解消されず、シーズン途中加入ながら、リーグワースト5位となる114三振を喫し、守備でも11失策というありさまだった。ただし、西部の枠井秀明からは11打数7安打で打率、636、3本塁打と得意にした。特に9月4日の対戦では、 5点ビハインドの9回裏虫1塁で、関東勝利目前の枠井から2塁打を放って、チャンスを拡大し、打線の反撃を呼んだ。その後、打線が奮起して同点に追いつくと、なおも西満塁の場面で、再び打席が回り、ブライアンシコースキーから、来日初のサヨナラ安打を放った。シーズン終了後の12月1日。 球団から翌シーズンも引き続き契約を行うことが発表された。また、同6日には、背番号42から3に変更することも発表された。2011年は、春先から極度の打撃不振に陥る。4月23日の日本ハム戦で谷本圭介から、サヨナラ本塁打を打つも、5月9日に一旦、登録抹消。 6月12日に再登録され、6月25日の西部戦では、自身が前年得意とした枠井から、先制ソロを含む2安打3打点、7月6日のオリックス戦では、9回表に岸田守から同点ソロを放って、逆転勝利を呼ぶ活躍もあった。しかし、打撃の調子は上向かず、7月18日に再度、登録抹消。後半戦は、 シーズン途中に加入したルイス・ガルシアの活躍もあり、結局はシーズンを通して38試合の出場に止まって、打率も1割台に低迷。同年11月14日に戦力外通告を受け、21日に自由、契約公示された。2012年3月7日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結ぶ。 トリプル A 級リノエーシズで49試合に出場し、打率331、14本塁打、53打点という、好成績を残し、6月8日に横浜 DNA ベイスターズへの入団が発表され、日本プロ野球に復帰した。背番号は56、年俸1500万円。6月13日に、球団事務所で入団会見を開いた。しかし、 32試合の出場で打率210二本類だと結果を残せず10月10日に外国人チームメイト4人と共に戦力外通告を受け16日に外国人チームメイト3人と共に自由契約公示された2013年1月10日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだ5月23日にホワイトソックスを解雇され 6月17日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んだ。2014年はメキシカンリーグのティフアナブルズに所属していたが4月に自由契約となり、5月に独立リーグアトランティックリーグのロングアイランドダックスと契約。6月に自由契約となる。2015年はメキシカンリーグのレイノサブロンコスと契約するが、5月5日に解雇となる。 6月9日にアトランティックリーグのロングアイランドダックスと契約。2016年は所属球団なくオフにプエルトリコのウィンターリーグに参加。長打力があり、2010年の12本塁打のうち3本は場外ホームランで広いケースた宮城の左中間スタンドを超える特大ホームランを放つほどである。一方選球眼に課題があるため三振の数も多い。 守備は一類専門で、指名打者での起用が多い。優れた打力を持ちながらも、強打者揃いのポジションしかこなせないことが、メジャー昇格を妨げてきた。メジャー時代には守備力の問題から、主に対左投手用の指名打者として起用されていた。横浜 DNA 入団直後、一塁手は、中村のりが好調であったことから、監督の中畑清は、外野ができれば、 とコメント。実際に、ライトの守備練習をしたが、中畑に、外野守備は、ガツクとコメントされた。マイナーリーグでの通算成績は1093試合、打率30、304、192本塁打、807打点。ベネズエラ、トミニカ共和国、メキシコ、プエルトリコの、各、ウィンターリーグでもプレイ経験がある。 ルイーズ自身はプエルトリコにルーツを持つアメリカ人である。ありがとうございます。